グランイコールプレは、カナダのバスコシア州キングス郡の農村自治体。フランス語で、大牧草地という意味で、自治体は、アナポリス渓谷の東端、ガスパロー川とコーンウォリス川に囲まれた、ミナスワーに向かって張り出した半島にある、ウルフビルの数キロメートル東にある。ヘンリー・ワーズワース・ロングフェローの死、エヴァンジェリンで有名になり、今日では、グランイコールプレ国定史跡の中心地である。 2012年6月30日、グランイコールプレの景観は、ユネスコの世界遺産に登録された。グランイコールプレは1680年頃、アカディアの入植者で、ポール・ロワイヤルにあった、ドモン教、ピエール・ドゥ・グアの当初の集落から東に旅したピエール、メランゾンによって創設された。フランスのユグノーのアカディア人とイングランド人の血を引く、ピエールは、 サー・トーマス・テンプルと共に1650年、ポール・ロワイヤルに到着。この時アカディアは、英国の支配下にあった。この地域の土壌の豊かさや、その他資源の豊富さはこの世紀の初頭に、土門教配下の地図制作者、サミュエル・ド・シャンプランの調査によって、フランス人に知られていた。入植者たちは、間もなく広い塩沼に堤防を増築していき、 何千エーカーという豊穣な農地に干拓していった。農場と人口は急速に増加し、グランイコールプレをアカデアの主要集落にしていった。1680年代中頃には、人口は教会を支えるのに十分となりサンシャルルド、ミヌ教区が設立された。グランイコールプレキシュアン女王戦争中、ニューイングランド人の遊撃兵ベンジャーミン・チャーチが、 フランス人のディアフィールド奇襲の復讐として、グランイコールプレを襲撃し村が焼かれた。この襲撃で、チャーチとその配下の遊撃兵たちは、ワンのデーチに足を取られたため、ミクマク族とアカディア人に村を強固に防御するための時間を与えることになった。だが結局彼らは圧倒されてチャーチは村と畑を焼いた。グランイコールプレの戦い常時を戦争中。 ジャンバティスト・ニコラス・ドラムゼーに率いられたフランス軍は、人数に勝る英国軍を、グランプレイの戦いにおいて、野獣により打ち負かした。この戦いは、アカディアのフランス人にとって、最も重大かつち生臭い勝利であった。にもかかわらず、村はフランスが退却すると、イギリスの支配下に止まった。ルルートル神父アカディア人の退去ルルートル神父、戦争中、 グランイコールプレのアカディア人たちは1749年に始まったノバスコシア本土のアカディア人の脱出の支援に大きな役割を担った。グランイコールプレはジャンルイルルートルの食料援助の呼びかけに進んで応じた。この地の国葬地帯であった当地では小麦やその他穀物を栽培し少なくとも11の製粉所で小麦粉を生産し数千頭の牛、羊、 歌を飼っていた。後部キットから畳ぐ牛への道を牛の群れが行き、ボーセジュール取りでルイブール及びサンジャン島の諸集落へ安定供給された。その他、ミナス湾からシグネクト地境またセントジョン川川口への海上輸送もアカディア人により行われた。クランイコールプレのアカディア人はシグネクト地境で教会や堤防を建設するための労働力も提供した。 英国アビューロジトリデオ、ルルートル神父戦争中に建設し、アカディア人とミクマク族によって、グランイコールプレ包囲中に攻撃された。この包囲は1週間続き、300人の現地人が捕虜となって2年近く交流された。最終的にミクマク族は退却した。ファンディワン方面作戦アカディアンメモリアルクロス、グランドプレフレンチインディアン戦争中。 ファンディワン方面作戦の際にアカディア人はグランイコールプレから追放された。ジェレミア・バンクロフトなど様々な英国兵によるグランプレからの追放の記録が残っている。この追放の時代にグランイコールプレの地はアメリカの詩人ヘンリー・ワーズワース・ロングフェローの詩、エヴァンジェリンによって後世まで称えられた。グランイコールプレのアカディア人たちは各地に分散し、一部はノバスコシア、 ニューファンドランド、ニューブランズウィックといったカナダ沿岸部の立地域に戻った。グランイコールプレから追放された多くのアカディア人がアメリカ合衆国のニューイングランド各州と南部ルイジアナに定住した。ルイジアナでは追放されて移住してきたアカディア人を指すケージャンという子がアカディアンから生じた。ニューイングランド入植者アカディア人追放の後空白地には ニューイングランド入植者たちが1760年に再入植し、ホートンと改名した。大きな町場がグランイコールプレには広がっていたが、商人や店主はウルフビル付近に密集していて、グランイコールプレは農村に泊まっていた。入植者の子孫の一人、サーロバート・ボーデンは第8代カナダ首相であり、1854年グランイコールプレに生まれた。 1920年代になると、ドミニオンアトランティック鉄道が、グランプレ記念公園を開発し、観光客を集めるまで、グランイコールプレは引き続いて豊かで生産力があった、ものの小規模な農村社会であった。農業が主要産業に止まるも、公園は観光とアカディア人を記念する目的を自治体に与えた。公園は1957年に公園局に買い上げられて、 国定史跡となった。エヴァンジェリン増女幕式。ケベックで、名高い彫刻家、ルイ・フィリップ・エベールが手掛け彼の死後に、息子アンリが仕上げた。今日、グラン・イコール・プレは、現在では、アカディア人と、その追放を記念するため、パークス・カナダによって管理される、国立公園となった、グラン・イコール・プレ国定史跡の中心地である。ノバスコシアで有名なワイナリーであるとマイネ・デ・グランド。 BRA、ER、もこの自治体に位置している。グランイコールプレはカナダで最初に制定された歴史的、田園地域でもある。コーヒー商社ジャストアスの本社はこの町にあり、観光地となっている。エヴァンジェリン海岸は、渡り鳥が立ち寄り、またファンディワンの世界一の看板の差を見るのに、絶好のポイントである。ありがとうございます。